中国遼寧省の大連では新型コロナの感染対策として人の動きを減らすためにバスの本数を制限すると地元政府が急遽発表し、週明けの街が大混乱となりました。遼寧省の大連では28日までの3日間に18人の新型コロナの感染者が確認されました。地元政府は28日の夜、人の動きを減らすため通勤ラッシュの時間帯の主要な路線バスの運行を翌日から30分あたり1本に制限すると発表しました。あまりに急な今回の措置は、本数が減ったバスに通勤客らが殺到する結果を招き、 SNS ではかえって感染リスクが高くなったなどの批判が上がっています。このほか映画館などの営業や学校での対面授業の停止が予告なく発表されていて、市民生活に混乱が生じています。